キャニメインフォメーション。さてここからはキャニメの情報をざっくりお知らせしていきます。情報をお知らせしたよ。これはもうすいませんでした。ごめんなさい。情報を、お知らせしてくれるのはポニーキャニオンさんがプロデュースする声優アーティストスクールビーズボイスアーティストスクールの生徒さんです。あ、だから大丈夫だよ、僕たちがするわけじゃないから。あ、そうだ、僕たちはもう一切いたしませんから。本当だ、この生徒さんがね。そうですよ。ということで今日ね、キャニメの情報を告知してくださるのは、この方でございますよ。皆さんこんにちは、ビースボイスアーティストスクールエキスパートコース生の尾身あさぎです。よろしくお願いします。いや、こんにちは、あさぎさん。はい。おお、なんかあさぎさん、なんか面白いな、面白いって言ったらちょっと失礼ですけど、なかなか耳馴染みのない。馴染んでください、あさぎさん。あさぎさん、なんか素敵なお名前でございますけれども。めちゃくちゃ元気が良くて、はい。なんかさっき普通に話してた時はなんか、よろしくお願いしますって感じだったじゃないですか、はいはい、急になんかよろしくお願いしますって。あら、とてもテンション高い。キドちゃんだってそうじゃん。あ、確かにそうですね。確かに本当オフは切り替えます。ラジオじゃない時はもう鼻の蜜しか吸ってないでしょ。だってなんだよそれ。ごめんなさい、いやいや違うのよ、キドちゃん違うでしょ。今日はね、もうおみさんが来てくださっております。おみさんの話を聞きましょうよ。いということで自己紹介いただいてもよろしいですか。いはい、23歳横浜市出身、はい、好きな食べ物は明太子、趣味ゲーム、コスプレ、妄想、特技は暗算、裁縫、早口言葉です。よろしくお願いします。なるほど、お願いします。いや、ちょっと気になる点が何点があるんですけど、特技の早口言葉、はい、どのくらいいけるんですか。どのくらい一番得意な早口言葉ってあるんですか。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。うわ、すごっ。キャリーパミュパミュ、ミパミュパミュ、合わせてパミュパミュ、ムパミュパミュ、言います。キャリーパミュパミュ、ミパミュパミュ、合わせてパミュパミュ、ムパミュパミュ。おお、いやいけてる。ちゃんけろ、ちゃんけろ。キャリーパミュパミュ、ミパミュミ。急に文字にこう書かないと言えないのよ。本当、私、はい。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、言えます。難しいですよそれ、多分。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。うわ、すごいすごいすごい。いやいや、言えてる言えてる、いける。炙りカルビ、炙りカルビで。すごい。でもまあ声優さんね、大事ですよ。向いてるっすね。向いてますね。かっけえ。あとね、もう一個気になったのが、趣味の、ゲーム、コスプレ、これは分かるんですけど、妄想と、もう公言するほどの妄想好きということですか。そうですね、あの女性向けの乙女ゲームとかが好きなので、あ、このイケメンが今日は迎えに来てくれたらいいなとか帰り道思いながら。どうですか、今までで一番燃えた妄想とか。あ、一番燃えた妄想、あのちょっと最近流行りなんですけど、はいはいはい、あのお金持ちのお兄さんが、最近流行りなんですか。あ、私の中で最近流行りなんですけど、バイトとかで疲れてこう帰ってきた時にさらっと仕事終わりの彼がこう連絡をくれて、今どこにいるのみたいな、ちょっと前見てって言われて、前見たら、あ、なんか知ってる車があるなと思ったら、彼がお疲れ様ですって言ってくれているという、最近流行りの金持ち御曹司の。なるほど、お迎えに来てくれてる。これ馬車じゃダメですか。馬車は、あ、また別の機会に、あのそれはあのプロポーズの別の機会があるんだ。やっぱすごい、馬車は現実感ないですもんね。なんか、あ、本当、車の方がなんかリアル感が、まあ、ありますね。どうなのさ、俺さ、ちょっと勉強不足で恐縮なんですけど、はい、妄想って、普段こうちょっとできないような現実離れしたことを考えることが妄想なの、それとも リアリティを追求した方が妄想って燃えるの、どうなんですか。私は昔は多分なんかあのアニメが小さい頃から好きだったので、空飛べたらいいなとか、私もあの世界に入りたいなだったんですけど、ちょっと大人になって現実的になってきたので、ちょっとあのアイドルの彼が彼氏だったらどうしようとか、アイドルのリアリティのある妄想、まあ、リアリティによってきつつちょっと現実やっぱちょっと離れる。なるほど。もう俺もう全然もうエマ・ワトソンとディープキスする妄想しかしてないもん俺。なんか、色々とうーんっちゃった。ほうきで飛んでいってさ、はいはい、エマーっつってさ、待たせたれっつって、乗りなっつって二人でほうきで、はい、そのまま後ろ肩トントンってされるけど、はい、何って振り見てそのままチューっつって空の上で、あ、ごめんなさい、引くのやめてもらっていいですか。あの、ごめんなさいね。でもいい妄想は大事ですよね。大事、ストレス解消にもなりますということで、はい、もう宮澤あざぎさん、はいね、ちょっともう聞き及んでることかと思うんですけれども、はい、
こちらの番組ですね、なんとこの告知コーナー、まあ、ちょっと特殊な振りをさせていただきましてですね、それにちょっと、答えていただきつつ、こちらの告知をしていただくというような趣旨で行っておりまして、はい、伺っております。ありがとうございます。ということで本日の、まあ、無茶と言いますか、振りをさせていただきたいわけでございますけれども、どうしましょうか。こちらいかがでございましょう。もう決まってる。はい、ちょっと今思いついちゃった。はいはい、お仕事が終わりまして、ね、ちょっとくたびれて家に帰ろうとしていて、あ、ちょっと今日くたびれたなって時に、彼から LINE が入りますね。ピピンつって前向いてっつって、でパッて前向いたら見たことのある車が止まってて、でこうウィンドウがウィーンって下がるんですよ。でそこから肩肘こう出した彼が乗ってきなよって言うんで助手席に座ります。その助手席に、その助手席に座った状態で彼に今日一日会ったことを話すかのごとくめっちゃ早口で呼んでもらっていいですか。早口がかぶさってきます。はい、いいですね。だから隣にはもうその大好きな彼が運転席にいて、助手席にね、おみさん座っておりますよ。ほんでむっちゃ早口で彼にちょっとこれ聞かせましょうよ。わかりました。そんな感じでどうでしょう。聞きたい。頑張ります。 OK。 さあということで早速お願いいたします。7月から放送中のテレビアニメ街角魔族のオープニングテーマ、街角タンジェントとエンディングテーマ、宵町カウンターレの CD シングルが8月7日に発売決定。キャニメで購入されるとそれぞれにオリジナル特典の A4 クリアファイルがついてきます。さらに2作連動にてご購入いただいたお客様にキャニメ限定連動特典2枚収納スリーブケースを先着でプレゼントいたします。詳しくはキャニメサイトにてご確認ください。おーい、オッケーオッケー。大丈夫ですかこれ。いや、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。今ちょっとあの木戸ちゃんが途中でカレー役をやってくれたけど、はい、どう入ってきた。なんか私もっと甘々な感じで来るかなと思ったら、ブロブロブロみたいな、なんか、ご購入くださいみたいな感じで、そういうタイプなんだなって。疲れたカレーに甘える気持ちでちょっと疲れてるんだよね。あ、そういうことね。疲れてるんだよねって。ちょっとちょっとなんかこう一日のちょっとこう、まあ、愚痴じゃないけど、なんかその一日のこのフラストレーションを彼に受け止めてもらった感じだよね。なるほど、いいじゃない、いいじゃないですか。素敵です。じゃあそのちょっと妄想の続きでその後どうなっていきました。は何言ってるこの告知を彼にした後、どうなって いきましょう。今日は疲れたんだねって、じゃあそのまま俺の家に帰ろうかって言って、同棲してるお家に帰ります。あららら、同棲してる、同棲してるお家に帰りました。同棲してる設定で、さあ何しましょういや、一緒にね料理作ったりするんですよ。わーお、いいね。ほうきにまたがったりはしない。ほうきしないよ、しないかな。はい、ということでいかがでしたか、無茶ぶり。いや、緊張したんですけど、なんか温かく受け止めていただいて大変恐縮です。とんでもございません。素敵、妄想は素敵、いいですね。いいね。今度さ、はい、妄想だけする回とかやろう。俺も割と妄想好きなのよ。そうだ、しましょうしましょう。いいぜ、いいぜ、妄想の回。さあということで、妄想好き、はい、おみあさぎさんでございましたけれども、はい、また次はスタジオなどでぜひ、はい、できる日まで、はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ということでおみさんありがとうございました。以上キャニメインフォメーションでした。